道間違えた。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ということで今日は、完全にプライベートな Vlog になってます。いつも原付バイクに乗ってるんですけど、バイクの点検に来たんですけど、僕がいつもやってもらってるあのバイクの点検のお店の裏に、新日本プロレスの、武士選手というね選手のやってる唐揚げ屋さんがあって、まあ、よくレスラーの方が YouTube で行ってらっしゃってるんですけど、メジャー新日本の、武士選手のね作る唐揚げをちょっと味わってみたいなと思って、ゆるく回しております。もう本当にね、あの僕が点検してるところから歩いて5分ぐらいのところにあるんですよ。唐揚げはやっぱり僕はあの味安っていうね、あの定食屋さんの唐揚げが一番だと思うんですけど、それを超えてくるのかというところが非常に楽しみでございます。ガチめのゆったり Vlog なんで、そんなに気張らずに見てください。ここです。あ、もうやってる。こんにちは、どうも。初めてなんですけど、はい、じゃあ唐揚げシンプルなやつと、ニンニクを。やった時は写真いろいろ撮らせてもらった。ああ。サンサインとか。ああ。すげえ、あれも痛かった。いや、ファンにはたまんないですよね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。どうも。はい、ということで買ってきました丸部商店の唐揚げ。僕はですね、ニンニクと普通のプレーンを、買ってきたんですけど、ちょっと食べてみたいと思います。そしてドリンク、クロピス、黒いカルピスですね。多分武士さんが試合中に入ってる、炭みたいなのをイメージして作られてると思うんですけど、まずじゃあクロピスからいただきます。あ、カルピスだ、美味しい。じゃあ、早速噂のですね唐揚げいただきます。見て、すっごいでかい。いただきます。これプレーンです。うん、うまっ。うまいな。
ね、かなり肉がいい肉な感じする。鶏ももなんだけど、すごいもも食ってる感があるね。結構あの味付けもね、そんなにあの濃すぎずで、もうなんか最上級の唐揚げって感じ。うん、うまっ。そしてもう一個、これがニンニクですね、おそらく。ニンニクいただきます。うわっ、うまっ。全然ちゃうわ。あのね、もう口に入れる前からニンニクの味する。ごちそうさまでした。ということですね、今日はまあ本当にやんわり、これから僕はバイクを取りに行くんですけど、丸部商店さん、めっちゃ美味しかったなんかプロレスラーのお店っていうだけでもさ、やっぱ行く価値あるのに、これは味でも行く価値ありますね、うん、はい、ということで今日はゆる Vlog、バイクの点検中に、新日本プロレス武士さんです、丸部商店、食べてみてお送りしました。ありがとうございます。支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。